2023年の早稲田大学の商学部、この解説をやっていきたいと思います。和紙商の日本史は60点満点、3教科合計で200点満点です。外国語80点、国語60点、地歴公民が60点。日本史は大問が6つあって、大問1が古代、大問2が中世、まあ安土桃山時代まで、で大問3が近世の江戸時代全般、幕末も入ります。幕末は近代だけどね。ただし大問4の冒頭に幕末来ることもあります。と、大問4は近代、大問5近代、大問6現代。近代現代の違いは1945年の終戦ね。その前が近代、いわゆる戦後が現代。だから近代で大問2つで、大問5ね、1と2に分かれていて、1番が、まあ、商学部なんで、金融とか貿易産業関係。で、2番は記述です。記述は用語を書く問題。受験生間違えるんだけど、乱十字で書くは論述ね。で、ここまでは全部正誤問題です。早稲田は正誤問題が中心。で、大問6が正誤問題に加えて、記述、小論述。何十字でまとめよう。これが1問あります。と、問題数は10、10、10、10、10、9。59問で60点満点。小論述だけが2点で、あとは各1点です。で、各大問でこの星マークは難問です。まあ、一般的な教科書のない情報。これが2、3、1。で、4と。合計10問。60分の10なんで 7%。だ、残り 83% は基本問題です。いわゆる基本問題ね。この基本ってのは教科書レベルの問題ということ。まあ、それからセンター試験が共通テストに変わって以来、読み取り問題が多くて、はい、合計5問あります。まあ、全部全近代ってなりますが、60分の5、8% 読み取り問題があります。まあ、読み取りないし、解釈系の問題ね。まあ単純な日本史の知識で解く問題じゃない問題です。まあそれから資料問題ってのが1問8問あります。じゃあこのデータを踏まえて具体的な解説に入っていきましょう。問題は各自準備してみてください。はい、大問1、問いの A。この資料は累十三大脚に収められたある資料の序文である。その資料として正しいものはどれか。1番累十国史、2番公認客式、3番領の義芸、4番演技客式、5番和名累十章。こうあって説問文に累十三代客に収められたってあるんで、3代の客が収められているんだから、この段階で2番か4番です。公認客式か演技客式、どっちかです。それが読み取れないとダメです。その上でどっちかってなるんですが、資料に関してはね、これ絶対に読もうとしちゃダメ。確かに読み取りで答えを出すべき問題もあるんだけども、まずはキーワードを見つける。キーワードを見つけるっていうか固有名詞を探して、ああ、これが書いてあるって、なんか目で追ってくんです。はい、ただ上の方ね、推古天皇12年とかあって、で、上宮大使自ら憲法17か条とあって、この上宮大使は、まあ、馬屋殿をね、聖徳太子。そして天智天皇元年とかあって、平天皇の大宝元年に至りてとかね、藤原の阿孫不比等。まあ要は代々こう法律の編纂やってきたってね、言ってるわけです。で、一番最後の方ね、中略とあってその続き、上は大宝元年より起こし、下は公認10年に至るって。で、これ上下って何ってわかんなくていいんで、公認10年って言ってるんで、はい、正解は2番の公認客式。公認年間に編纂された客式となります。はい、問いの B です。空欄イーローに入る語句の組み合わせ。資料空欄イーローは、客はイ、式はロです。はい、資料問題です。ただ、これはいわゆる基本資料じゃありません。品質資料じゃなくて、まあ、その場で判断すべき問題ですね。まず消去できないといけないのは5番です。5番は、これ、改心の御事のりです。だ、5番消した上で1番から4番でどれってなるんだけども、客式の内容を踏まえて、客は律令の補足、式は律令客の施行催促。そうすると、ま、4番の意、性を立て、ね、法律を立て、で、ろ、かけたるを補いって、まあ、あることからこれかなってするべき問題で、ただま、これは難しいです。これ、難問です。落としてもしゃあない難問ね。これ、冒頭に星マークって書いておいて。星マークは難問です。はい、問いの C、下線部派に関する説明、誤っているもの。正しいものを選ぶか、誤っているものか、間違えないように。はい、下線部派は憲法17か条。はい、と1番、随所が伝える、和国からの最初の遣隋使が派遣される前に制定された。最初の遣隋使は600年ね。隋の文帝に謁見した。ここで憲法あるかって問われて回答できなかった。馬鹿にされたんで帰国して憲法を制定します。憲法17か条は604年の制定となります。これが誤りでいきなり答え。
以下も見ていくと、2番、簡易12回が定められた後に定められた。簡易12回が603年、憲法17条が604年です。成文ね。3番、仏教新しい政治理念として重んじていた。ね、厚く三宝を敬いと言ってます。成文ね。4番、御事の利を受けたまわりとは必ず慎めと言ってます。成文ね。5番、和をもって、たっとしとなし、逆らうることをなきと胸とせよと、こうあります。成文です。答えは1番。問いの D、下線部2の人物に関する文として正しいもの。下線部には天智天皇ね。1番、父は微脱天皇である。はい、系図が問われてます。飛鳥時代大君は、水戸除名、皇玉皇徳、斎明天智と続きますが、水戸の次、除名天皇ね。で、次の皇玉天皇は、除名の皇后ね。女性は波線表記。はい。天智はこの間の子になります。なお、天武も父母同じ兄弟。天智の弟。各時代ね、大君天皇は順番に覚えたら、飛鳥時代は水戸除名、皇玉皇徳、斎明天智って。その各つながりね、水戸と除名のつながり、これは難しいんだけども、水戸の旦那が微脱天皇で、微脱の孫が除名です。で、除名の次は皇玉。皇后に行きます。で、次の皇徳は皇玉の弟。で、斎明は皇玉の長孫。だから皇玉から皇徳は弟行って、皇徳から斎明は姉に行って、で、次天智は子に行きます。で、壬申の乱挟んで弟行って天武と。うん、系図が正誤問題で問われたりします。はい、いうことで1番は誤り。天智の父は除名です。はい、2番、都を近江大津の宮、移した翌年に即位した。これ順番注意ね。近江大津宮に遷都してから、そこで天智天皇になります。天智天皇に即位してから大津宮遷都じゃなくて。で、その認識があったとして、この辺はね、翌年にかなってなるんで、まあ、この段階で丸って積極的につけらんないかもしんない。で、3番、母の皇徳天皇は長祖して斎明天皇ね。母は皇玉です。皇徳は皇玉の弟。3番5分ね。4番、一子の変で蘇我の馬子、恵美氏、イルカを滅ぼした。一子の変と馬子は関係ありません。ね、一子の変ではイルカが滅ぼされて、お父さんの恵美氏は自殺となります。はい、4番5分。5番、光陰年尺の作成は、いいね、持統天皇ね。5番5分。ということで、2番が成文です。まあ、1番を消去できないと、あるいは1番を正解に選んじゃうかもしれない。いう問題です。はい、問いのいい空欄法、地名ですね。はい、空欄法は、天智天皇元年に至りとあって、続きがあって、法朝廷の命なりと。はい、こうなるんで、近江ですね。近江大津宮に遷都してから天智天皇に即位してるんで、天智天皇の朝廷を近江朝廷と言います。はい、問いの F、空欄兵、天皇名。空欄兵は、兵天皇の大宝元年に至りてと。あるんで、文武天皇が正解です。はい、問いの G、下線部との説明として誤っているもの。下線部とは、律6巻、領11巻。要は、律令です。はい、1番、唐の、これ読みは、永期律令です。永期律令が手本にされたと見られている。判断つきませんね。これは保留ね。判断つかなくていいんです。はい、2番、令は唐令をほぼ引き移したが、律は唐律を大幅に改変したと見られている。はい、これ逆です。律令で、律は刑法ね。令は、要は官人へのマニュアル。じゃあ、こっちは人民から税をどうやって取っていくかってね、そういった規定です。で、これ唐のそれは、まあ、隋唐を含めてってなるんだけども、皇帝独裁です。対して日本の天皇は、まあ確かに天武天皇みたいに天皇独裁に近い天皇もいるんだけども、基本的に合議ね、天皇の下で公卿たちが話し合って、だから律令国家は全国統治やんのに天皇一人でできませんよね。だからその下の役人へのマニュアルってのが日本の領です。唐の領は皇帝独裁として機能した。に対して日本の領はこれを参考にしながらも、官人へのマニュアルね。ってなるんで、領の方はこれ日本風にめっちゃ改変してます。で、律刑罰法は日本はね、どうやって罰するかって分かってないんで、まあこれは大体唐のものを模してます。唐の律に比べると緩くなるんだけど、まあ唐のものを模してます。2番を成文とできるということが基本知識がなってるということです。2番判断つかないは基本がなってません。一個一個確認してください。で、これ自信持って2番5等で正解ってね、確定できたら、5分は普通上から見るよね。1番判断つかない。2番5分正解ってなったら、見てもらってもいいんだけど、こういうふうにマークつけて、後でってしてもらってもいいです。目直しの時間取れたら後でって。ね、自信持って2番ってしたら、もう次の問い行っちゃおう。でもいいです。はい、問いの H。下線縁は何を指すか。下線縁は神霊です。はい、これは資料ね。
読もうとしなくていいんで、固有名詞を拾っていく。そうすると、空欄へ、これは文武天皇と確定したの大宝元年、大宝律令ね。藤原の阿孫不人が制定した。はい、河川部との後ろ、養老二年、また同大臣不人、直を賜りて、さらに律令戦士と。で、ほにょほにょとあって、ね、今より以後、神霊によるべしってなってるんで、はい、河川部地神霊は、養老律令と確定できるでしょう。養老霊ですね。はい、問いの H は3番が正解です。はい、問いの I、河川部里の人物誰ですか？里は陳ね。陳だから天皇ってなるんだけども、養老中に陳がほにょほにょ、直を賜りて、律令を監修せり。あって、速やかに思考せしむべしって。そうすると、これは、河川部地神霊ね。養老霊を思考した時の天皇、これを問うてます。はい、受験生奈良時代は、この奈良天皇の下で、この7人の政権担当者、こう捉えていると思うんだけども、はい、養老律令は制定が不人政権ね。718年。で、思考が中丸政権です。まあ、この辺は和紙で受けようという受験生であれば大丈夫でしょう。で、今この問いは、誰天皇で思考って問われています。これまあテクニックになるんだけども、この天皇とこっちの政権担当者ね、この対応は、これ下2行は綺麗に対応ね。綺麗に対応ってのは、聖徳天皇期道教政権、公認天皇期桃川政権。で、あとは綺麗に対応しなくて、はい、一番有名な天皇ね、聖武天皇ですよね。これ聖武天皇期長屋王政権、四子政権、立花の諸江政権って、聖武天皇からこう三本引っ張ったら、ここに関しては、はい、ここ Z を書いて、Z ね。で、ここは Z の左右対称。だから、元昭天皇期、不人政権と長屋王政権っていうこと。これ分かってるだけで解ける問題とか出てきます。だから試験本番でこれ書いてみて。なんか対応が問われたら。これもいちいち書かなくていいんで、名前は丸でいいんで、丸を7個ね、丸7個書いて、この対応ね。はい。ただ今問題は、養老律令施行ね。これは中丸政権ですが、中丸政権は、後見帳と順任帳があります。どっちかってなるんですが、このいわゆる中丸政権ね、これ成立後すぐにやったことが、養老律令の施行です。中丸は、不人の孫。中丸は、不人の孫。不人の子たちが四子で、この長男ね、ムチマロ、南家、その子が中丸です。これ、四子が四人とも天然痘で病没しますよね。これで藤原は勢力交代します。で、立花政権となります。ただこれ、中丸政権ってのは藤原の復権です。この藤原の復権を世に示すためにバーンと持ってきたのが養老律令。養老律令はおじいさんの不人が制定しましたが、施行せずに他界してました。中丸政権がまずやったことは、この養老律令の施行です。で、これ同年に、これです。立花の奈良丸の変。同年ね、藤原の台頭に対して立花の諸江。その子が謀反を起こそうとした。と、中丸は、これを平定した後、順任天皇擁立。この流れ、中丸政権成立して、まず養老律令施行やって、で、同年に、立花の奈良丸の変。これを鎮圧後、順任天皇擁立と。この流れがちゃんとわかっていると、はい、養老律令施行は、後見帳となります。いうことで、正解は5番となります。ただ、まあ、これ、だから1番と5番で迷うんですよ。まあ、2番嵯峨天皇、3番公認天皇は消したとして、まあなんか1番、4番、5番あたりで迷います。で、これは早稲田の人はね、取れてほしいんだけど、多分正答率は低いです。これまあ一応難問扱いとしておきます。はい、星マーク。はい、問いの J、河川部のの文の意味、正しいもの。河川部のは、はい、律令はしきりに、慣習を下手りといえども、客式は未だ編集を加えずって。まず前半部分ね、律令はしきりに慣習を下手りといえども、言ってるんで、まあ、2番が消せますかね。2番、律令の種類はいくつもあるのに、これが違うってなって、1番、3番、4番、5番あたりね、残ります。はい、後半部分ね、客式は未だ編集を加えず、編集はいわゆる編集ね。と、1番、客式が古くなってしまった。消せそうですよね。2番、客式がこれに対応できていない。消せそうですよね。3番、客式は制定後一度も改定が加えられていない。はい、4番、客式はまだ一度もまとめられていない。まあ、3番、4番あたり、
ってなりそうですね。で、5番、律令すでに古く、客式に新たな解釈加えていくべき。編集という語の意味を考えれば、はい、4番ってなりそうじゃないですか。客式はまだ一度もまとめられていない。はい、4番が正文です。だからこれはいわゆる読み取り問題です。冒頭に、問い番号の冒頭に読みって。まあ読み取りっていうか解釈問題です。もうここは素直にやってくれればいいです。はい。ただ大問1の解説を終えた段階で言うと、入試問題は解くだけじゃダメ。解いた後の見直し、絶対やってください。全部解いてからってなるんだけども、その見直しのやり方は、まず問いの A ね。問いの A、類従三大客って分かってなかったら、類従三大客ね。テキストで確認して、三代の客を集めたって。で、三代客式ってなんだっけってなるんであれば、公認、上官演技って確認していく。で、語群がね、1から5ありますが、まあこれ見直しの時に、さらっと見てみてください。だ答え2番ってなるんだけど、見直しの時に語群をさらっと見るんです。と、1番、類従国士ってなんだっけってなりません？こう、なんだっけってなることが大事で、なる限りにおいては調べてください。用語集から検索でもいいです。うん。と、類従国士は、菅原の道真編纂ってなるんで。立国士の編纂ね。だからこれで知識が一つ確認できるじゃないですか。これをやってみて。見直しの段階で。で、3番、領の義芸。まあこれは養老令の感染の注釈書。領の修芸が養老令の視線の注釈書。この辺が対応しても、領の義芸変じゃ誰だっけって。こうなる限りにおいて、はい、調べて。テキストの該当箇所を開いて、ね、あるいは用語集を引っ張って、清原の夏のってなるんで、ね、領の修下は、これむれの名をもと、ね、これを確認していく。で、5番ね、和名類従章は、見直しはね、その語句を見て、語群を見ます。その語群の語句を見て、これなんだっけってなるものは確認してください。見覚えがない難しいものは、これは確認はいいです。見覚えないものを用語集ね、作品から調べてって。それはやんなくていいです。あ、なんか見たことある。だけどこれなんだっけってなる限りにおいて確認してみてください。と、和名類従章は国風文化記の漢和辞典ってなるんで。で、これは何事項なんで5番の冒頭に星マークつけておいてください。それから問いの B は難問ですが、語群の5番ね。5番はこれ絶対見覚えあるんですよ。見覚えないといけないんですが、で、これなんだっけってなるんで、はい、改心の御事のりです。改心の御事のりって対応しなければ、これも資料で確認するんです。あ、なんかあったな、これ憲法17条だっけとかね、なる限りにおいて、ね、資料で、資料集で調べてみてください。そういう見直しをやっていく。それから問いの D の系図等、ちゃんと一個一個確認していく。それから問いの G は、1番ね、1番これ冒頭に星マークってなります。この英気律令ね。これの見覚えなければ別に調べようとしなくていいです。なんか見覚えある事項でなんだっけってなるものはちゃんと調べてください。問いの H あたりもね、語群さらっと見て、恩義の正、大法令、養老令、畜生女医令、三大客式。まあこの辺見てあんまりなんだっけってならないかな。畜生女医令なんだっけとかってなっちゃうと、早稲田を受ける人としてはっていうのがあるんだけども、なんかなんだっけってなるものは調べてみてください。その意味では問いの愛みたいな、語群全部天皇名ね。だこれは別にそんな調べる必要もないものです。ね、問いの A みたいな、問いの A ね。類従国士とか、領の義芸とか、和名類従章とか、特に類従国士とかね、これなんだっけってなるものは調べていくってね、その見直しをやってみてください。この蓄積で結構差がつくんで。うん。はい、大問2です。はい、問いの A、空欄E路。資料ですね、朝倉高影上場。朝倉がほにょほにょほにょ。送別文言あらんもの、家引っ越し。炉には大寒ばかりおかるべきこと。その上で語群1から5を見ると、一条谷とか城郭とかありますが、一条谷っていうのが1番、3番、5番ですね。朝倉高影上場は家臣に城下町に集中することって言ってます。その認識があれば、いは一条谷となります。はい、ここは基本知識ね。朝倉は城下町が一条谷。その上で朝倉の文国法は家臣の城下町集中を強く言ってます。はい。で、問題は炉で、炉には大官ばかりおかるべきこと。大官ってのは農民から年貢を取る人。だから階層的には武士です。
これ分かってないといけないのは、いわゆる兵農分離ね。家臣の城下町収入はこの一環で、兵ね、いわゆる武士、これは城下町収入を命じて、で、農民に対しては、これ、農村に残れって。だこの農村は総村ってなるんだけども、その上で武士階級である代官が農民から年貢取るんで、代官は年貢取る方、従って武士階級です。だから家臣の武士に対して城下町引っ越せって言ってくんだけども、代官は年貢取るんで、これは農村にいろと。こういうふうに言ってるんだって読み取って、どうは、はい、3番の豪村が正解となります。まあ、伊予一条谷と確定させた。と、残る五軍は1番、3番、5番となるんですが、炉に関しては1番が城郭、3番が豪村、5番が館。城郭ってのは、こう、城下町があって、この中心地が城郭ね。だからここに、こう、本丸があって、二の丸があって、こう、三の丸があって。だからここに大名がいます。これ全体城下町に対して城郭ね。で、こう、内堀囲って、外堀囲ってってなるんだけども、兵農分離の結果、ここが武士の居住エリア、いわゆる武家地。これが城下町の7割ぐらいを占め、で、残り3割が寺社地。で、隣接する形で町人地。武家地7割、寺社地町人地3割って。まあ、この認識はあると思うんですが、ね、大名が家臣の武士に対して城下町引っ越せって。その結果、この武家地が武士の居住エリア。だから、代官年貢取る人、城郭にこれいたらおかしいんで。だから、五軍一、炉が城郭ですが、代官ね、年貢取る人は城郭にいません。一番消えます。それから5番、館ってありますが、館は一般的な武士の住まいね。だから3番の豪村がいいか、5番の館がいいか、これを測りにかけると、ね、武士は城下町に引っ越してもらうんだけども、代官は年貢取る人なんで農村に残れと。いうふうに読み取って3番を正解としてください。まあ、これは資料問題で、それも初見資料ね。で、まあ、これはちょっと難問になります。はい、問いの B、空欄派に入る語。はい、派はまず資料3番にあります。ただし、派、道理、正しき上を。空欄2つあって、下の方の派ね。これに注目して、所属している派を経由しない訴訟は禁ずって。この所属っていう語に注目して、そうすると、1番主君、2番より親、3番国人、4番より子、5番地侍。まず3番、5番消してください。黒人は武士ね。地侍は、これは武士化した農民です。だから黒人に所属っておかしいんで、同様に地侍に所属っておかしいんで、同じ意味で1番主君もこれ消えます。所属している主君っておかしいでしょ？所属している文国とかであればわかるんだけども、主君は所属するもんじゃありません。だその意味で2番より親か4番より子ってなります。ただ訴訟はどっちを経るかってなった時により親ってなりませんか？ね、自分が所属しているより親を経由しない訴訟は禁止というふうになって2番が正解となります。読み取り問題で、で、これも難問マークです。まあこれは正答率低いでしょう。で、このも迷えばある程度ね、これかなっての答えにした上で、なんかこう保留マークをつけて、自分で保留ってわかるように、例えば四角って、でつけたらもう後回しです。まあはっきり言って問いの A とか問いの B ね、この辺で落としても他でちゃんと取れていれば大丈夫です。はい、問いの C、空欄に。空欄には資料5の冒頭にありますが、はい、資料5は甲州八都の次第。なので武田信玄です。だから信玄は春信なんで4番が正解ね。1番種宗は伊達。2番影虎は上杉ね。長尾影虎です。3番氏康は北条。5番吉原はまあちょっとわかんないと思うんだけども、教科書に武田信玄かっこ春信って書いてあるんで、まあ4番って選べてほしいですね。はい、問いの D、河川部法、戦国と呼ばれるよに関連する説明ね、正しいもの。はい、1番、京徳の乱の最中、将軍足利義政の子である正友が堀越公方となった。はい、足利正友は義政の子じゃなくてお兄さんです。はい。子が罰の兄です。はい。2番、応仁の乱の膠着状態に乗じ、加賀の一向一揆が一国の支配権を握った。加賀の一向一揆は応仁の乱終結後ってなるんで、5分です。
はい、3番、明王の政変で官吏畠山氏が将軍を廃した。畠山氏罰の細川氏。3番5文。4番、伊勢宗瑞、北条宗雲は足利重氏を自害に追い込んだ。はい、これ足利重氏罰の足利茶々丸です。はい、5番、関東の上杉氏では山の内扇ヶ谷津、両家が抗争を繰り広げた。はい、これが正文となります。ここの解説は別動画で詳しくやってるんで、こちらご覧になってください。聖徳の乱って何とかっていう人ね、こちら見といてください。はい、問いのいい下線部兵に関連して、喧嘩両成敗法の目的、正しいもの。まあ、この辺は歴史認識の問題っていうかね、はい、上から見ていくと1番、戦国大名は、むやみに実力行する家臣たちに、利比の大切さ学ばせようとした。これは積極的に消去できないかもしれない。保留にして、2番戦国大名は死刑を推進して家臣らの勢力を減退させようとした。違いますよね。戦国大名は家臣に死刑をね、推進しません。2番消えます。3番戦国大名は家臣らの道理にかなった争いを認め。もう争いはダメってするのが喧嘩両成敗。ね。喧嘩両成敗法は、この喧嘩を自力救済と置き換える。自力救済とは武力による救済です。もうこれを全面的にダメってするのが喧嘩両成敗です。武力に訴えるものはゴツンとやっていく。うん。なので3番は5分です。4番、戦国大名は家臣らを死刑にすることを嫌ったので裁判を少なくしようとした。違います。領内で争い合ったら戦国大名に訴えよってするんです。家臣 A と B が揉め事になるって。これは当事者間でドーンとやんないで武力になるんで、戦国大名に訴えよ。これが喧嘩両成敗。なので4番は5分です。はい、5番戦国大名は自らに家臣らの争いの解決、委ねさせようとした。これが正文となります。なんか応仁の乱後、戦国時代になるっていうね、認識あるかと思いますが、まあ戦国時代の始まりはね、明王の政変後ってなるんだけども、ね、応仁の乱でぐちゃぐちゃになりました。いう中でも武士たちは争いに疲れ果てて、この人の言うことであれば従うっていう存在が希求されていくんです。っていう存在が戦国大名。だ自分が家臣 A で、ね、別の家臣 B と争った。これ戦国大名が裁定を下して、お前負け、B が勝ちって、仮に言ったとしても、この人の言うことであれば従うっていう存在が戦国大名です。うん、この辺のことを分かっておいてください。はい、問いの E は5番が正解です。はい、問いの F、下線部とに関連し、資料4について述べた文のうち正しいもの。資料4は、今川金目録追加。で、これは資料を読んでもらってもいいんだけど、まあ、多分解釈難しいです。うん、そこで、語文をまず見ていく。はい、上から1番。現在は家臣らが勝手に支配を行っているが、かつては今川氏が両国内の和平を保っていたって。いい？これ語文を単独で見て、戦国時代です。戦国大名の文国で、今は家臣らが勝手に支配してるわけありませんよね。こう判断つきます。こう解いてください。はい、2番。現在は将軍自身が国家の法を制定し、平和を維持。今川が手を煩わすことはない。まあ、この将軍ってのは足利を言ってるんですかね。ね、足利将軍が今川の文国を国家の法を制定して平和を維持していませんよね。戦国時代は。だこれも2番を単独で読んで戦国時代ということを踏まえて語文って判断できます。こう解くんです。2番語文。はい、3番。現在は今川が両国の法を制定して平和を維持。だから今川が手出しできない場所があってはならないと。これが文脈的に正しそうです。はい、4番。現在は家臣らの突き上げで今川が両国の法を制定しているが、かつては家臣らに手出しされていなかったって。前半部分ね、現在は家臣らが突き上げて今川が両国の法をね、制定しているかどうかは判断つかなくても、なんかその部分があるかもしれないなって思うじゃないですか。だけど後半の方ね、かつては家臣は手出ししなかったって。だからかつての方が安定していたって言ってるんでおかしいですよね。ね、今川が文国法を制定して両国の経営を安定させているんで。っていうのが戦国時代です。4番は5分です。はい、5番現在は今川が国家の方に意見できるほど力を得ており、将軍の直轄領にすら手出しをしているって。この将軍は足利。今川は足利の直轄領ね。これに手出しはできません。大体その今川が国家の方に意見ね、このできると言っている国家って何って、
ね、あくまでも今川の領内がいわば国家です。というのが戦国時代。なんか日本列島の統一権力がある的な意味で言ってるんで、これ5番は5分です。はい、文脈的に3番が正解ね。はい、冒頭に読み取り問題。はい、問いの G、下線部地、関連して述べた X、Y、Z。この正誤の組み合わせ。この形態が早稲田いくつかの学部であります。近年ね。はい、X。戦国大名の検地は、農民たちの自己申告を否定し、大名が派遣した役人の測量を徹底した。戦国大名の検地は基本ね、自己申告です。武士とか農民の自己申告。差出検地です。大名が派遣した役人の測量をね、徹底したのは、まあ、入試レベルでは、後の対抗検地となります。X5 分。はい。Y、戦国大名の検地は、家臣らの支配地では実行されなかった。ね、この家臣は武士です。武士にも自己申告させてきます。Y は5分です。はい。Z、検地によって把握された年貢量。銭に換算したものは、勘高と言われる。これは成分です。はい。5番が正解。はい。問いの H、下線部に関連して、下線部は落一例。六角が落一として認めたのはどれかって。はい。六角は、これ、近江の大名です。まず、この認識があるかなってなるんだけども、この認識があれば、消去法です。1番、石寺ってわかんないんで、2番ね、今井。今井はこれ、大和です。うん、教科書にも記載あります。で、3番、大港は伊勢。4番、加納は、これ、美濃。信長が実施した落一例ね。これは、安土の山下町ね。それと、美濃の加納で実施したと。いう、まあ、認識あれば、4番、美濃ってなるんで、消せます。で、5番、平野は摂津。うん。まあ、4番、加納、美濃って知識は、これは、難問レベル。4番の冒頭に星マーク。こうやって2、3、4、5を消した上で1番が正解ってなるんだけど、まあ、問いの H は、これは難問です。問いの H の冒頭に星マーク。はい。問いの I、下線部ぬ。ベニス氏のごとく執政官によって治めらる。はい。これは堺のことを言ってます。自治都市堺。これは日本八十会市通信書いた2番、ガスパルビレラってなります。ね。自治都市堺を絶賛した。堺は B と言った。これでガスパルビレラ。これで忘れないでしょ。はい。問いの J、カセンブル。カセンブルは信長。その事項 A から C を古い順に並び替え。はい。A、越前の一向一揆平定。B、姉川の戦い。C、比叡山延暦寺。まずこれ A が一番後ろに来るって。一向一揆の平定ね。これは信長晩年です。まあ、石山本願寺平定が、これが1580。信長最後が本能寺1582。その2年前。まあ、一向一揆の平定ね。その他一向一揆は、1574が伊勢長島、一向一揆の平定で。で、翌1575が、はい、越前の平定。だからこれ、長篠合戦の年。長篠合戦は場所三河。織田徳川連合軍で武田勝頼破った。三河でこれ平定したら、これでこう、都の横通って、ぐるっと回って、越前の一向一揆を平定って。なって、これとこれが同年となります。で、あと BC は、姉川は1570年、比叡山焼き討ちは1571。信長はね、三大戦ってあって、三大戦ね、これ相手は大名。はい、まず、これが信長デビュー戦。1560年の桶狭間合戦。相手は今川義元。これを破った。で、二つ目が1570年の姉川合戦。織田徳川連合軍が、はい、浅井朝倉連合軍を破った。浅井長政朝倉義景。で、三大戦三つ目が、はい、1575年の長篠合戦。織田徳川連合軍が武田勝頼破った。これ三大戦で、この年、信長デビュー年。桶狭間に勝って信長、全国に名前が轟いた。で、これをデビューとするんであれば、はい、10周年姉川、15周年長篠、こうなります。それから、信長の宗教戦争ね。まあ、対寺院勢力、対仏教です。この二つの一向一揆平定は扱いね、小さいとしても、はい、本能寺の2年前ね、石山本願寺平定、で、これは、
70年からやってます。だ石山11年戦争です。それと、比叡山焼き討ちが1571。延暦寺ね。だ延暦寺の方が1571。石山本願寺平定が1580。だ対仏教でこれとこれ。この二大戦争です。だから五軍 BC ね。姉川、比叡山焼き討ち。これが前で、これが後。まあこれ因果関係説明するんであれば、姉川で浅井朝倉、滅ぼしてません。まだ生きていて、その浅井朝倉を比叡山がかくまった。信長これにぶち切れて焼き討ち。4番が正解となります。で、大問2に関しても知識問題は、ちゃんとね、解いた後の見直しやってください。問いの H なんかは難問ですが、1番以外ね、2番今井とか3番大港、で、4番はともかく5番平野。この辺は国名との対応ね、これちゃんとできてください。だからこれを一個一個確認するんです。だテキストで今井って確認したら、絶対隣に富田林って書いてあるんで、富田林は何国って、今井とセットで対応させていく。で、大港って書いてある横に、絶対桑名ってあるんで、桑名も伊勢です。それから平野は摂津ね。この辺の対応です。で、問いの H5 群5あって、この中から実都市を選べ、言われて選べます。自治都市を2つ選べって言われて、はい、正解3番、5番です。いろんな都市がありますが、自治都市と言ったら、まあ、まずこれがありますよね。堺、それから博多。うん、これに加えて、はい、こうです。大、港開くは、和は、堺、博多に加えて、大港、はい、それと、平野、で、桑名。この5都市が承認の、自治運営が承認された。ってなるんで、うん、これ問われます。で、全部国名との対応ね。はい、堺は何国？泉です。で、大港と桑名は、これは伊勢、平野は摂津と。はい、それから問いの愛ね。だこの辺5群見て、業績確認するんです。はい、1番バリニャーニ。これは天正剣王説です。あれを統率した。で、2番ガスパルビレラが、八十海市日本通信で、自治都市堺を絶賛した。そして3番フランシスコ・ザビエルは1549ね。鹿児島に漂着したイエズス会宣教師。で、4番ルイス・フロイスは日本史著。日本史。フロイスね。フロで椅子に座って日本史を勉強してるって。こう覚える。はい、5番ウィリアム・アダムズはリーフデ号です。ここで漂着したリーフデ号ね。文語に漂着した。これの航海士がイアン・ヨーステンです。ヤン・ヨーステンがオランダ人で、ウィリアム・アダムズはイギリス人です。アダムズは水先案内人です。ヤン・ヨーステンはオランダ人、ウィリアム・アダムズはイギリス人です。この辺をちゃんと確認してください。ね。だこうやって解いた後、語群を見ることで、これなんだっけってなるんで、こう一個一個ちゃんと確認していく。この蓄積でもかなり差がつくんで、これ絶対やってみて。はい、大門さんです。問いの A、空欄 E、1783年、浅間山ね。前年から起こった天明の飢饉ね。この一環です。1番富士山ありますが、富士山噴火は5代将軍時。はい、問いの B、各地を巡歴し、河川風呂の記録を残した。はい、河川風呂は翌年にかけて東北地方で飢饉が発生。多分これ1番か5番で迷うんですよ。はい、1番菅江真澄が三河出身で東北を40年旅した。5番鈴木牧師が越後出身で北越切符。これを書いた。うん、1番が正解です。まあ、細かいかな。難問マークつけておいてください。できたら取りたい。はい、問いの C、空欄派に該当する語。空欄派は裏長屋ってなります。誤っているものはどれか。1番、商売をする表棚の対義語である。通りに面した表空間に対して裏長屋。うん、1番、正文です。はい、2番、住居人は長屋を含む町の自治に参加した。町の自治に参加するのは表空間に住んだ家持ち町人です。はい、2番5文。3番住居人はボデフリや日雇いで生活するものが多かった。はい、成分です。はい、4番この住宅は長い一棟の建物を仕切って数軒の住居としている長屋が多かった。成分です。5番この住居空間には共同の井戸便所があった。成分です。答えは2番です。はい、この問いに関してはこの動画に解説詳しいんで、裏長屋って何って人はね、見といてください。はい、問いの D、河川部にのように指摘された年号はどれか。
ただこれ問いの A で空欄 E を浅間山と確定させた。だからこれは店名の基金ね。だからこれを踏まえれば店名ってなるでしょう。3番が正解です。別にいろんなこと考えないでその対応でも店名です。で解く問題です。はい、問いの E、河川部法の前の政権ね、その説明。はい、河川部法は、この打ち壊しに後押しされて、への政権が誕生しただから、へは松平定信、完成の改革です。天明の基金が1782発生して、で、翌年が浅間山噴火で、はい、1787、これ江戸で天明の打ち壊し。はい、これは田沼時代晩年で、田沼を引き継ぐね、失脚はここです。だ田沼政治はここまでってなるんだけども、田沼派まだ生きてます。いう中で田沼派 VS 反田沼派。この構想があって、っていう中で天明の打ち壊し。だこれはいわば無政府状態で起こると、まあこれがクーデターとなって、はい、この後同年、松平政権の誕生。つまり寛政の改革の始まり。ね、1782。田沼時代晩年に天明の基金が発生して、田沼はここで失脚して、同年田沼を登用した10代将軍徳川家春が他界した。で、無政府状態の中で、はい、この年、この翌年、1787年天明の打ち壊し。江戸で大規模打ち壊し。だからこれがクーデターのようになって、はい、反田沼派が田沼派を追い落とした。反田沼派の中心が老中となる松平定信。ね、寛政の改革始まりは1787で、その契機は天明の打ち壊し。この流れね。はい。ただ、問いの E は河川部保の前政権だから、田沼時代です。田沼政権ね。田沼時代の事項を選ぶ。1番、長崎貿易において、田原物、輸入じゃなくて輸出です。真に輸出です。真に売って金銀を獲得しようと。1番5分。2番鎖国を堅持することを前提に、江戸地の開発を進めた。はい、江戸地の開発、田沼やってます。で、これはロシアとの交易、視野に入れています。ロシアと交易して儲かるんであれば、鎖国体制は破ってもいいと。こう考えた。はい、2番5分です。はい、3番、印旛沼、手賀沼の開拓を進め、完成させていません。1783、浅間山噴火の影響ね。浅間山、その交差によって利根川に灰が積もって、で、洪水となって、これは頓挫となります。はい、4番、定量の係数銀貨である南梁二諸銀を鋳造し、金中心の貨幣制度統一を図った。はい、これが成分となります。3貨あって、金貨、銀貨、銑貨。従来、銀貨のみは重さで測る少量貨幣ね。これを田沼は係数貨幣の銀貨を作って、金、銀、銑、すべて係数貨幣に統一しようとした。で、実際にやりました。4番が成分です。その係数貨幣の銀貨というのが南梁二諸銀です。4番成分です。はい、5番、株仲間を認めなかったんじゃなくて認めました。認めたんで賄賂が横行しました。ね、株仲間商人が幕臣に賄賂を送るって横行します。問いの F、空欄への政権ね。これは、寛政の改革ね、松平政権の政策でないものはどれか。1番ね、1番は分かんないでしょう。はい、2番、江戸町会所設置は寛政の改革です。はい、3番、物価引き下げ令。物価の高騰が非常に問題になってます。特に江戸ってなるんだけども。だから、物価引き下げ。いわゆる三大改革ね、享保、寛政、天保の改革は、いずれもデフレ路線です。デフレだから物価引き下げ。こうも対応させておいてください。はい。4番、出版統制令出してます。5番、寄せ場組合って言われて何政権って対応します。寄せ場組合は大御所時代です。これとセットになるのが、関東を取締室役と大御所時代の19世紀頭。これが文化年間で、ちょっと遅れて、その下部組織に寄せ場組合。これは、共に警察です。特に関東の。関東の農村で治安が悪化してるんで、それに対峙した警察です。で、これ違いはまあ簡単に言うと、こっちは武士が組織。こっちは百姓が組織ってなります。で、これは、これの下部組織。出された順番は、これの順番ね。文化年間、文政年間です。なら、50音順です。50音順ね。
で、今この問いは官製の改革の政策で、官製の改革はこれがそうです。はい、人足寄せば。これ江戸の石川島、職業訓練所。だからこれとこれ、混同注意ね。ちゃんと内容とどこの政権の政策か、この対応ね、これをしっかり。はい、問いの F は5番が正解。問いの G、これは明らかに読み取り問題です。冒頭に読みって。はい、河川部との対位ね。河川部とは、臨渓などへは少しも構え申さず候、誠に丁寧礼儀正しく、老的にござ候と。って言うんだけども、これは何を言ってるかって文脈を定めて、資料1冒頭に、かっこ打ち壊し勢はってあるんで、打ち壊しに関して。で、5軍1から5さらっと見ると、打ち壊しを礼儀正しく行ったって言ってるんだけども、1から5後半部分はすべて誠に丁寧に礼儀正しく乱暴を行ったってなってます。だから河川部とこう読み取れますよね。後半部分は。誠に丁寧礼儀正しく老的にござ候と。で、前半部分ね。臨渓などへは少しも構え申さず候って。臨渓近隣なんかに構え申さずって言うんだけども、これはちょっとその直前見るといいかな。資料の河川部との直前ね。食事を申し付け、心静かに支度いたし、目指すところばかり破り候と。うん、食事は静かに食べて、目指すところ、だ、打ち壊し勢が打破したい対象。そればっかりを破ったって。で、臨渓近隣には構え申さずだから、一番近隣などへは少しも迷惑かからないように。これがいいんじゃないですかね。で、二番は近隣などへ被害が及んでも少しも配慮せずに。いや、じゃなくて近隣に迷惑かかんないようにって言ってるんで、2番は違います。3番、近隣などにも同調するように声をかけ違います。4番、近隣などへは事前に打ち壊しをすることを知らした上で、こうは言ってませんね。で、5番、近隣などへは少しも事前に知らせずに、こうも言ってません。はい、1番が正解です。まあ、こういった読み取り問題ね、あります。はい、それから問いの H、資料2の内容、誤っているもの。これもはい、読み取りマーク。資料2の内容ね。まあ、これはちょっと解釈した方がいいんでしょうね。資料2。はい、こうあります。打ち崩し。なんか、打ち壊しやってるものは、下船無頼なんだけど、これ、凡人にあらずって、天狗だって、ね。または、何神なるや、なんか、神って言ってます。自分たちのことをね。で、または、大神宮の神使いなどと、えも言われぬたわけ申しされるって。なんか自分たちは神の使いとか言っていて、たわけだって言ってます。ただ一番、打ち壊し勢は卑しい無頼のものであった。こう言ってるんで、これは正文です。二番、打ち壊し勢は自らを通常の人間ではないと言った。うん、凡人にあらずって言ってます。これ正文です。三番、打ち壊し勢は自らを天狗や大神宮の神使いと称していた。こう言ってるんで、3番は正文。4番、打ち壊し勢の自己認識を、この記録の著者も賛同していた。いや、この著者は、たわけって言ってるんで、賛同してません。4番が5文です。5番、打ち壊し勢の自己認識は、天や神の代行者であったって言ってるんで、5番は正文です。はい、問いの H は4番が正解です。まあ、この辺は素直に読み取ればいいです。だから、この辺は落とすともったいないですよ。問いの I。空欄地。空欄地は資料3、片付けなくも地、関東、恩、打ち入り以来ってありますが、まあ、問題文続き見れば、に該当する人物を増せる日光の施設って言ってるんで、まあ、家康ですよね。東照大権現様。はい、1番、極彩色の彫刻で飾られた陽明門がある。はい、成分です。日光東照宮陽明門ね、わかりますよね。はい、2番、歴代将軍が皆、将軍就任時に日光社参を行った。皆じゃありません。なんか、将軍権威を発用しようっていう将軍は、これをやります。例えば、吉宗とかね。で、逆にやってないのが、綱吉とか、五大将軍ね。財政難となったんで、やってません。はい、3番、権現作りという様式の代表例である。権現作りね。本殿と拝殿を、こうカタカナの絵の字で繋いでいくって。はい、4番、空欄地、家康の神格を進めた孫も埋葬された。孫だから家光ね。まあこれ単独でちょっと判断つかないですかね。星マークつけといて。で、5番、日光以外の各地に同じ施設が勘定された。
はい、5番、まあ、これも星マーク、っていうのは一般の教科書に書いてないんで、ただ、東照宮って全国にたくさんね、あります。日光だけではありません。水戸東照宮とかね。で、4番も成分とはなるんだけど、一般の教科書のラインで、4番、5番受験生は、まあ、5番はともかく4番ね、わかんないかもしれません。はい、2番が正解です。はい、問いの J、河川ぶり。金城皇帝、これは誰かって。この辺は、この大門さんの冒頭の文章ね、これと資料1、資料2、資料3って全部繋がってます。だ冒頭で天明の危機に言及してるよね。で、天明の打ち壊し後、完成の改革スタート。この文脈考えれば、はい、5文見て、もうパッと5番、降格天皇ってなりました。完成の改革晩年に、孫郷一件ね、降格天皇が天皇即位経験がない自分のお父さんね、助人親王を太上天皇の孫郷を送ろうとした。これが完成の改革晩年です。大門さんも解いた後の見直しね、ちゃんとやってください。問いの B あたりね、菅江真美、鈴木牧師、この業績のね、確認とか、あとその他5軍ね、2番高山彦九郎、3番坂信友、4番大三陽ね。だこのあたりってまあ見たことあるけどなんだっけってなるかと思うんで、まあ坂信友とか見たことなければ別にいいです。うん、国学者ってなるんだけども、2番の高山彦九郎は、これは完成三鬼人の一人。で、4番雷三葉は、三葉なだけに、秋出身で、広島出身で、日本外資著、日本外資ね。うん、この辺の確認ね、やっといてください。あと、ま、問いの F ね、寄せ場組合は何政権とかね。この辺の確認を一個一個です。大門4、こっから近代です。問いの A、空欄井の島。はい、空欄井は資料1の一部。だ、これ資料問題です。冒頭にし。で、これは品質資料なんだけども、この資料見覚えあるなってなるんだけど、そうなんなかったとしても、はい、資料は固有名詞に着目。そうすると、下線部派のところに、クリルとか、シュムシュ、はい、ウルプ。シュムシュは、シュムシュ。千島列島の一番北。で、ウルプね。だ少なくとも、ウルプは千島列島という認識はあると思うんで、この権利は、君主に属する、一切の権利を大日本国皇帝陛下に譲り、はい、少なくとも、ウルプは千島列島という認識ね、あると思うんで、下線部派続き、この権利及び君主に属する一切の権利を大日本国皇帝陛下に譲るって言ってるんだから、千島列島は全部日本領、ね、言っていて、ってなれば、カラフト。カラフト。ね。カラフトは、ロシア。だ、資料1は、カラフト千島交換条約。1875年です。はい、千島カラフトの変遷は、まず、江戸時代、大御所時代。この年、近藤重蔵が、江戸ヶ島、根室、で、国後、択捉、ウルプ。はい。近藤重蔵が、択捉島に大日本択捉って標識立てた。つまり、この島からこっちは日本領って明言した。この年。だから、ここが境であると。少なくとも、こっからこっちは日本領と明言した。はい。これは、アメリカのペリーがやってきた、その翌年、ここ。日米和親条約調印。この同年、日露でも和親条約調印して、ね、半世紀経ったここで、はい、千島列島に関しては、ここが境目って、択捉から南が日本領、ウルップから北がロシア領と、こうしました。で、一方、カラフトに関しては、はい、日露両国人雑居の地とされてます。これを、明治になって、この21年後、1875年、カラフトは全部ロシア領。千島列島は全部日本領と、いわゆるカラフト千島交換条約。ね、幕末1854、日露和親条約でカラフトに関しては、日露両国人雑居。これを75年カラフト千島交換して、はい、千島列島は全部、タシュムシュまで日本領。で、カラフトはロシア領と、こうしました。だ、青が1854、コースね。で、赤が1875。で、これがこっから30年、
日露戦争に勝つと、はい、ポーツマス条約。まあ、これは日本の勝利となって、はい、カラフト南半分をゲット。緑が1905。この辺戦ね。で、1945、日本の敗戦によって、千島列島と南カラフトは全部放棄。だから戦争に負ける段階で、日本は千島列島全部とカラフト南半分日本領としてました。だけど戦争に負けて、1951年、サンフランシスコ平和条約で全部放棄ってされました。はい、これを踏まえて問いの A ね。はい、5軍1番、日露和親条約ではカラフトは両国の雑居地に定められた成分です。はい、2番、欧米の捕鯨船の陸務員が住み着いていたが、明治期に日本が領有を宣言した。これは小笠原です。小笠原、日本が領有宣言したのが1876ってなります。はい、3番、下関条約、日清戦争勝利ね、によって日本に割譲され、統治機関として総督府が置かれた。これは台湾を言ってます。はい、4番、日露戦争の講和条約ね、ポーツマス条約によって全域が日本に割譲された。だからこれは樺太を言おうとしてるんだけど、全域があって罰の南半分がってなります。4番、5分。はい、5番、第一次世界大戦後には、日本が国際連盟からの委任統治領を得た。はい、これは赤道以北の南洋諸島です。第一次世界大戦中ね、こう太平洋赤道が走っていて、こっから北の、こういったエリア、この中に島々があるんだけども、このエリアが日本の委任統治領とされました。委任統治領ってのは国際連盟から統治を任せられたということ。はい、問いの A は1番が成分です。はい、問いの B も冒頭に資料マーク、歴史の史、空欄路、これはロシアです。はい、3番が正解です。はい、問いの C も資料問題ね、資料マーク、歴史の史、河川部派の総称、はい、河川部派、クリル、シュムシュ、ウルップね。はい、これは4番、千島列島。問いの D も、これはね、資料問題っていうのは、ちゃんとね、資料1が何の資料であるか分かんないと解けません。その意味で資料問題です。はい、資料1の締結年の出来事。カラフト千島交換条約は1875。正しいもの一つ。はい、1番進化条例は1871。2番元老院設置は1875。これが正解です。3番日本銀行設立は1882。松方財政開始の翌年となります。4番家族令制定は1884。5番保安条例交付は1887。はい、2番が正解。はい、問いの E、資料1が締結された年の翌年に始まった条約改正交渉。はい、その翌年に始まっただから1876。はい、これはこの7人の条約改正交渉ね。外交担当者、イテイオアムコ、岩倉使節団が1871に行って73帰国。したがって70年代前半、寺島宗則が1876から70年代後半となります。で、井上馨、大隈重信が、まあ、こっから内閣で、井上が伊藤丸一、大隈続く黒田。で、青木修造が続く山形丸一、松方丸一、陸奥宗光が続く伊藤丸二。この豪内閣は連続してます。生山い。で、最後、小村は飛んで、桂丸二。はい、と、70年代で、井上大隈80年代、青木陸奥90年代、小村は飛んで1911。翌年は大正改元です。内閣も飛んで、桂丸二。はい。なので、寺島外交に関して正しいもの。1番、現用車の社員によって爆弾投げつけられた。交渉は中止。はい。これは大隈です。はい。2番、ロシア皇太子が滋賀県で巡査に切りつけられた。隕石辞任。はい。これは青木修造です。大津事件ね。はい。3番、欧米使節団の代表となって条約改正の予備交渉に当たったが挫折した。はい。これは岩倉使節団です。4番、税権回復についてアメリカの動員を得たが、イギリス、ドイツなど反対によって挫折した。はい、これが寺島となります。まあ、条約改正はイギリスが最大の難関となります。アメリカは好意的でした。はい、5番、極端な欧化政策で政府内外から反発。これは井上馨ね。いわゆる6名間外交です。はい、問いの E は4番が正解。は
はい。問いの F、資料1を締結した際に、匿名全権講師であった榎本武明。これは問いの文章に榎本武明って指定があるんで、資料が何であるか分かんなくても解ける問題ではあります。これの資料問題とはしません。はい。榎本武明だから3番が正解です。はい。問いの G、下線部に、資料にはこれ初見資料となるでしょうね。だこれも読まないでキーワードを見つけるんです。そうすると、下線部2の旧藩王とか、藩王ね。藩主じゃなくて藩王。まあ、それから、補、処分とか、あと一番下の行ね。入流って、これは琉球の流ね。これは琉球処分を言ってます。琉球国王であった正体を琉球藩王としました。琉球藩主じゃなくて、琉球藩王としました。琉球王国は存続させたまんま。琉球藩の設置が明治5年で、ここで琉球藩始まって、で、琉球王国の王様ね、正体は、これ、琉球藩主じゃなくて、藩王とされます。っていうのは、琉球王国は存続します。琉球王国消滅は、はい、ここです。琉球処分ね。これで琉球王国を沖縄県とします。なら、琉球王国廃止は、ここじゃなくて、ここです。ここで、琉球藩廃止の琉球王国も廃止。だ琉球藩は、この7年間だけ。で、江戸時代琉球藩ってありませんからね。江戸時代琉球はあくまでも琉球王国です。はい、いうことで、問いの G は2番が正解ね。沖縄県政に反対した、まあ、自由民権運動家となります。あ、だから、問いの G も、まあ、資料問題ってなります。資料マークね。で、問いの H、これもまあ資料問題の扱いですね。河川部補が完了した年起きた出来事なんで、資料が何か分かんないと解けない問題です。琉球処分なんで、はい、1879年。これと同年なのは、はい、1番教育令がそうです。ここに出しましたが、近代の教育は学生教育令で学校令教育直後って、まあ学長学長ってなるんだけども、このまあ各内容と、年代は全部対応させて。はい。で、2番、佐賀の乱は1874。3番、藩籍奉還は1869。4番、自由党結成は1881。はい。5番、教育直後1890です。はい。問いの H は1番が正解。問いの I、初代内務卿だから3番、大久保利通。問いの J、これも資料問題ね。資料2が出された後、処分の対象となった地域、つまり沖縄県ね。で、起きた出来事を述べた文として誤っているもの。1番徴兵制、2番地租改正、3番衆議院議員選挙法、4番府県制。で、5番が鹿児島県編入だから、はい、5番をパッと正解に選ぶ。なお3番の衆議院議員選挙法は、はい、沖縄県は1912年です。これは問われます。1912年は大正改元の年です。ちなみに北海道は衆議院議員選挙法は1903年制定の1904年施行です。早稲田省ではかつて問われています。だ北海道の方が沖縄よりも早かったとなります。はい、大問5番です。はい、問いの A、河川部位、誤っているもの。河川部位は企業勃興。で、これは時期を特定させてください。河川部位の続き。に続いて起こった1890年恐慌とあります。はい、これは1880年代後半です。1880年代は前半が松方財政、松方デフレ。で、80年代後半になると、このデフレから脱して企業勃興ね、好景気となります。はい、1880年代後半であることを踏まえて、はい、1番、銀本位の安定した通貨制度成立し、デフレが収束した。うん、銀本位制は1885年から86年にかけて確立。1番成分です。2番、紡績業などで機械技術を基礎とする大企業の設立ブームが起きた。うん、企業勃興ね。これは株式会社設立ブーム。その中心は紡績業です。あと、鉄道業です。はい、2番は成分。はい、3番、金利の低下と株式取引の増大が企業設立ブームを支えた。松方財政開始が1881、その翌年1882、日本銀行が設立されて、お金が借りやすくなります。
はい、結果金利は低下ね。だ金利が下がってみんなお金借りやすくなって株式取引が増大します。これが80年代後半の企業勃興となります。3番、成分です。はい、4番、鉄道会社設立のブームの結果、民営の営業キロ数が官営を上回った。はい、80年代後半の企業勃興は、これはその中心は、紡績と鉄道です。80年代後半、私鉄会社がたくさん設立されて、その結果、80年代最後の年、1889年に民の営業キロ数が官を上回ります。はい、4番成分で5番大紡績会社は二泉水紡績を経営モデルとして設立された。はい、これは二泉水×の一万水です。はい、この辺どうですかね。この辺が定着怪しいって人は、もう何が何だかわかんないって人は、こちらの動画、詳しいんで見といてください。はい、問いの B、河川風呂、日露戦後、誤っているもの。1番、八幡製鉄所では生産が順調に進まず、設備の拡充もできない状況が続いた。八幡製鉄所、設立は日清戦争後、1897。で、創業開始が1901で、日清戦争後は生産順調に進んでません。日露戦争に向けた軍拡ね、やりたいんだけど、いまいちうまくいってません。これが軌道に乗るのは日露戦争後ってなります。はい、1番は誤分です。はい、2番、政府は増税と公債発行に基づいて、軍備拡張を核とする戦後経営を推進した。日露戦争を勝利して目標達成で軍拡終わりじゃありません。日露戦争後も軍拡やってきます。で、それは増税と公債発行です。この日露戦後経営をやってきます。2番成分。はい、3番、三井財閥は持ち株会社、三井合名会社、設立して参加企業を管理する体制を整えた。いわゆるコンテルン体制ね。で、これは時期がいつかなってなるんだけども、はい、四大財閥、いずれもコンテルン体制を確立するんですが、三井、三菱、住友、安田、四大財閥は三井三菱と住みやすいです。で、これいずれも持ち株会社となって、このコンテルン体制ね、確立させるんですが、はい、三井が一番最初、三井合名会社。で、これ時期が明治末で、はい、三菱住友安田。これも持ち株会社、コンテルン体制となるんですが、はい、これ時期は大正期ってなります。三井が最初で明治末。ってことは日露戦争後。で、三菱住友安田は大正って。まあ、これも地味に問われます。というか今問われてます。なので3番は成分ね。で、3番単独では難しいんで、3番の冒頭に、こう、難問マーク。で、4番産業革命の進展伴い、鉄鋼や機械など輸入が増加、貿易収支の赤字が続いた。産業革命進展して、その中心は紡績ね。原料、綿花とか機械をめっちゃ輸入します。貿易はずっと輸入超過。まあ、基本的に輸入超過。で、明治末から大正初期にかけてずっと輸入超過。ということで、貿易赤字。4番は成分です。はい、5番、外債の累積に伴う利払いの増大が国際収支を圧迫してます。ね、日露戦争は外国から借金しました。アメリカ、イギリスから。外債の募集ね。だ、その利払いで戦争には勝ったけども、日露戦争後苦しんでいくんです。5番成分ね。はい、1番が正解です。はい、問いの C、河川部派。河川部派は金融恐慌。1927年、昭和2年です。はい、1番、震災手形処理問題をめぐって恐慌が発生しました。はい、2番、片岡直春蔵商の出現きっかけにして銀行への取り付け騒ぎが始まった。ね、預けた金を引き出させろって、預金者が銀行の前にずらーっと列を作る。これを取り付け騒ぎと言ってます。はい、2番成分、3番、巨額の不良債権に苦しむ台湾銀行を緊急直令で救済する案が枢密院で否決されました。時の内閣は若月丸の1。ね、台湾銀行が危機に瀕したんで、緊急直令で救ってもらおうと。ね、その緊急直令案を天皇にあげるんだけども、天皇の下の枢密院がこれをダメって言います。
まあその理由は、シデハラ軟弱外交です。シデハラ外交では、日本の満州権益を保全できないという中で、枢密院がこれを否決しました。だ枢密院も台湾銀行は救済したいんだけど、この内閣自体ダメって、特にこの内閣の外交ダメという角で、台湾銀行の救済は拒否しました。で、結果、若槻内閣は倒れます。はい、4番、震災手形を通じた日銀の特別融資を最も利用したのは三大財閥であった。はい、これ単独で見るとなんか正しそうに見えますかね。震災手形ってのは、これ一般銀行ね。これが法人、個人、まあ預金者、国民にお金を貸すんだけど、お金融資して、で、返済ね。これが震災発生で返ってこなくなります。と、一般銀行が焦げついた震災手形。これを抱えます。だからこれは不良債権です。はい。そこで、日本銀行が、この震災手形抱えた一般銀行に行ってきます。震災手形持ってきたらお金貸してあげるよって。お金貸してあげるよって。行って融資した金額が総額、4億4円です。だからこれで一般銀行を救済して、一般銀行が預金者に貸し出しやって、で、ちゃんとお金返ってきたら、利払い含めて、返済してくださいって。言うんだけど、これ、お金貸す対象は、震災手形を持っている銀行です。と、これ、四大財閥系の銀行であれば、これ、大銀行なんで、そもそもね、震災手形抱えません。だから震災手形抱えたのは、そもそも中小銀行です。中小銀行をこうやって日本銀行が救済を図るんです。はい。5分の4番は震災手形通じた日銀の特別融資。最も利用したのは三大財閥じゃなくて中小銀行です。はい。4番が5分です。まあ、この辺はこうしたちゃんとした理解がないとなかなかね、答えにたどり着けません。はい。5番、恐慌をきっかけに中小銀行の整理合併が進み、金融恐慌に際して中小銀行ね、整理合併が進んできます。これは、県政会の中小銀行整理策。金融恐慌発生は、一時若槻内閣ね。若槻県政会内閣は、この震災手形抱えた中小銀行は、もうもろとも潰す。震災手形もろともなきものにしていこうという政策。だから、中小銀行は最初から潰すんです。だけど、中小銀行への預金者も見捨てるかというと、そこは大銀行に預金してくださいって言っていくんです。だから、金融恐慌の過程で、大銀行が支配的な地位を占めてきます。はい、と、5分の5番ね、恐慌をきっかけに中小銀行の整理合併が進んだ。ここまでは成文です。で、以下、金融機関の資金的基盤が強化されたってのは、だ今の説明でこれも成文ってなるんです。ね、こういった弱小銀行は最初から潰す。これが県政会の方針ね。だ弱小銀行を潰して大銀行だけでやっていこうと。こうやって金融界を強化していこうというふうにやったんで、これは成文です。ただね、これを、今この下線部派は金融恐慌ですが、金融恐慌は若槻丸一。県政会内閣で発生して、続く田中義一、立憲政友会内閣で沈静化、高橋これ清が、表面だけを吸った20億、だーっと紙幣を吸って沈静化、するんだけども、これは紙幣を発行しただけ、その場しのぎです。だから根本的な恐慌は出していません。ね、金融恐慌は、このモラトリアム3週間ね、高橋これ清増床による、これで沈静化したんだけども、根本的な恐慌は出していません。っていう認識はありませんか？だから、その認識が邪魔して、5番ね。5番の金融機関の資金的基盤が強化されたって。なんかこの辺を5分と判断しちゃうんです。で、逆に4番を正文として、はい、5番を正解としたっていう人、結構いませんか？ね、この辺はもうちゃんとした理解がないと4番を正解って選べません。4番が5分で正解です。これは難問マークつけてもいいんだけども、まあ、早稲田特に商学部目指す人はね、解けてほしいです。難しい、重箱の隅をつつく難問じゃないんで、これはね、まあ、この辺で差がつきますね。はい、問いの D、下線部に、
昭和恐慌ね、誤っているものを。はい、一番、昭和恐慌だから浜口内閣ね。浜口内閣で発生です。大蔵大臣は井上淳之介ね。金解禁やってデフレ政策。それを踏まえて。はい、一番、緊縮財政と急平化、円の切り上げでの金解禁によって日本経済は大打撃。はい、成分です。2番、デフレに対して企業は産業合理化進めたが、人員整理は失業者の増大を招いた。これ立憲民政党政権ね、浜口内閣。これは県政会の更新です。と、県政会は中小銀行を潰す。はい、でしたが、浜口内閣、立憲民政党は、今度、中小企業は潰す。中小企業は潰して、生産性が高い大企業だけでやっていこうと。これを産業合理化と言います。だから中小企業はあえて潰す。人員整理やってきます。失業者増大するんですが、これはある程度織り込み済みです。ということで2番は成分です。はい、3番政府は重要産業統制法制定し、大企業によるカルテル結成を取り締まった。はい、取り締まったんじゃなくて、カルテル結成を容認したです。はい、カルテルってちゃんとわかってます？三井財閥。これ参加企業を抱えていて、株式会社ね。だ、ここが株を、ここの株を、ここの株を、この株を持つんで、持ち株会社。で、同じように三菱。参加企業があって、で、その株を持ってきます。だ、三井なんとか、三井なんとか、で、三菱なんとか、三菱なんとか、ある中で、財閥違うんだけども、はい、例えば、三井製紙、三菱製紙。この、異財閥同業種で、協定を結ぶ。協定を結んで、販売経路なんかを独占していくって。これがカルテルです。なおこれが合併ってなると、トラストとなります。ただ、浜口内閣は、重要産業統制法を出して、1931年、はい、このカルテルを容認するんです。つまり、これは、三井製紙だから大企業。三菱製紙も大企業、立憲民政党の大企業優遇策。逆に言うと中小企業は切り捨て。生産基盤が弱い中小企業は切り捨てして、大企業優先で産業合理化。生産性を上げていこうと。だから弱者切り捨てではあるんだけど、合理的。これが立憲民政党の方針です。いうことで3番はカルテル結成を取り締まったんじゃなくて認めたってなるんで3番が誤分です。はい、4番金解禁と世界恐慌下の需要縮小によって輸出は大きく減退。成果流出。世界恐慌はアメリカ発。だ、日本としては外は大嵐いう中で雨戸開けてしまった。ね、嵐が入ってきて昭和恐慌ってなるんだけど、この需要縮小はアメリカね。アメリカそれまで日本のキート買ってくれますよね。アメリカ世界恐慌でキート売れません。これが需要の縮小ね。と日本は輸出大きく減退ね。で、金解禁やったんで、この成果は金です。金がドッと出てきます。はい、4番成分。5番、デフレ政策の目的は割高な日本の物価を下げ、国際競争力を強化することにあった。浜口内閣ね、デフレを実施するんだけど、もうこれはあえてやるんです。デフレ政策取れば、国内ね、不況になるんだけど、デフレってことは、物価下がりますよね。だから、日本製品の値段下がる。日本製品の値段下げたら外国に売れませんか？だから、輸出促進のために、あえてデフレやっていくんです。国内を不況落とし込むんですが、日本製品を割安にしようと。で、外国に売っていこうという意図で、あえてのデフレってなっていくんです。はい、5番はそれを言ってます。成分です。問いの D は3番が正解です。はい、問いの E、河川部補。高橋財政。これは昭和恐慌脱出時の高橋財政です。つまり、犬飼内閣ね。犬飼、それからまあ続く斉藤内閣ってなります。浜口内閣で、江上淳之介増床で、金解禁デフレ。で、続く若月丸に、満州事変起こった時の内閣になりますが、これ同じ立憲民政党で継続です。で、次、犬飼剛で政権交代。これ立憲政友会で、
立憲民政党、立憲民政党、立憲政友会。立憲政友会ということは、増称は高橋惟清。ね、金解禁で金がドッと出ていったので、はい、再び金輸出禁止。インフレ促進で昭和恐慌を出していくんですが、はい、高橋は、犬飼さん 5.15 ね、暗殺されて政党政治はありますが、続く2代の海軍内閣、斉藤誠、岡田圭介。これで増将を留任して、昭和恐慌脱出を図ってきます。はい、と、問いのいい1番。金輸出再禁止による大幅な円安は、輸出の飛躍的な増加をもたらした。この金解禁時の半分以下の円安。日本が金を輸出する。円の価値高まります。円高ってなります。だけど、雨戸を閉める。日本はまた金を売んないと。円の価値下がります。円安となります。で、円安は輸出に有利。ね、日本の製品が割安なんで、円安ってのは日本製品割安って読み替えてください。だから海外に売れます。なので1番は成分です。はい、2番、低為替政策。低為替政策ってのは、要は円安ね。これは海外からソーシャルダンピングと批判されて国際対立を深めた。ね、極限までに円安やって海外に日本の綿製品を売り込んでいく。で、その相手はアジアってなって、イギリスからアジアの綿市場のシェア奪うんです。これが貿易摩擦となってきます。はい、2番成分。はい、3番インフレへの懸念が強まると、軍事費の支出。この増加に歯止めをかけようとした。高橋財政は、まあ、ここで満州事変が起こってます。若月丸に。で、満州事変は、犬飼斉藤と拡大します。うん。なので、軍事費の増額やってきます。うん。だからこれは戦争と連動するんだけども、軍事費を拡大させながら、軍需産業を活性化する。そこに雇用が生まれます。こうやって失業者救済、昭和恐慌を出してきます。で、いい？満州事変は、ここで終わってます。斉藤内閣で。若月丸に犬飼斉藤で満州事変ね。1931から33。ここで満州事変終わった。高橋増将は続く岡田内閣も留任するんですが、岡田内閣期はこれ軍事費の増額は抑えているんです。ね、軍事費ガンガン発行してインフレになっちゃいます。だ、それを抑えていくんです。だ、インフレは犬飼斉藤内閣化、満州事変の拡大と連動して、岡田内閣ではこれ止めてます。で、その恨みを買って 2.26 ね。暗殺されるんだけども。ただ、ま、ここまでなかなか受験生認識ないかな。3番単独では難しいですかね。3番の後半部分は、岡田内閣期。これを言ってます。これ、成分ってなるんです。ただ、ま、3番は保留ってなりますかね。はい、4番、財政支出拡大の波及効果などによって、1933年には、恐慌前の生産水準を回復した。うん、ガンガン予算を設定して、その予算は公共事業ね。それから軍事費の拡大。これによってね、33年には満州事変終わった年、昭和恐慌を出してます。はい、4番成分。5番、日銀と協力して低金利政策を採用して景気の過熱を抑制した。だから、これが明らかに誤分ですよね。高橋は景気の過熱を抑えるんじゃなくて活性化させました。まあ、成分選べの場合は明らかな成分をね、一つ見つける。ただ、早稲田五択の中で、絶対難しい正誤分が登場するんです。この問いで言うと3番とかね。だから、これは保留にして、明らかに成分とかね、明らかに誤分。これをパッと見つけてください。はい、問いの E は5番が正解です。あと、大問語後半、2番の方は、ローマ数字2番の方は、記述問題です。はい、問いの F 空欄へ。明治の教育、1872学生交付ね。はい、これはフランスです。問いの G 空欄と、国民開学です。開学ね。みんな学で開学。問いの H 空欄地。はい、これは師範学校ってなります。小学校、中学校に加えて師範学校ね。先生を養成する師範学校です。はい。問いの I 空欄理は1907年、義務教育は6年に延長です。で、問いの J、空欄 ABC ね。義務教育修学率。まず C が 90% か 50% か。はい。これは1900年、
西暦1900年に授業料撤廃。はい。1900年、00年に授業料ゼロ。で、するとすぐに、就学率は 90% を超えます。この認識ね。はい。ということで、空欄 C は90。この段階で1番か4番に絞れます。ただ1番4番で男子の方が就学率は高いんで、はい、4番が正解です。はい、大問6、現代史いきます。問いの A、空欄 A、解説不要な問いは外します。問いの B から、空欄 B、1961年、なんとか審議会で69年、なんとか事業特別措置法。これはブラック問題ね。公開答しませんでした。ブラック解放って。うん。正解は、同和対策。戦前と戦後で、1945境にして、これ戦前は、当事者ね、部落の人たち、政府が、この問題を一緒にね、解決しようって、呼びかけするんだけども、これを拒否するんです。もともとこの問題は明治政府がね、原型作ってる。で、あとこの運動は、なんか社会主義運動っていうかね、それと連動した面があるんで、政府との融和、拒否するんです。だけど戦後は政府と当事者、ね、一緒に手を携えて、同和問題としてやっていこうって。なって戦後、これが同和問題と言われます。で、入る後は同和対策となります。まあ、問いの B はちょっと難問。はい、それから問いの E は、まあ、5群1番2番ね。いわゆる四大公害病ね。これの原因は、時々問われるんだけども、まあ、これはちょっと細かいですね。5群1番2番ね。この冒頭に星マーク。で、まあ、テキストを見れば、だいたい書いてあります。1番の新日本窒素肥料は、これ水俣病ね。まあ、このいわゆる四大公害病ね。このまあ、原因は、時々問われるんで、うん、まあ、拾っといてください。で、まあ、問いの E として、難問マーク。はい、問いの F、河川風呂。河川風呂は1971から73年。この間の国際経済体制や国内状況、誤っているもの、すべてマークせよです。はい、すべてってぐるっと丸。うん、これが2022年1問あって、大問6で、2023年2問ありましたね。まあちょっとこれが新傾向で厄介です。はい、1番、ニクソン大統領の経済政策は、朝鮮戦争の戦費調達による国際収支の赤字拡大が大きな原因。朝鮮戦争罰のベトナム戦争ね。これは単独で判断つきますよね。1番が正解の一つ。で、多分2番、これが、わかんないですかね。2番はこれ正文ってなります。2番冒頭に星マーク。3番、この間の日本の首相は田中角栄と三木武夫。1971から73ね。1972年が、これ、沖縄返還と日中国交回復。だこの年は、上半期が佐藤栄作内閣で、下半期が田中角栄内閣。佐藤栄作で沖縄返還ね、田中角栄で日中国交回復。この認識があれば、3番5分となるんで正解の一つ。で、4番、スミソニアン体制ね。これは1ドルイコール308円の体制です。ワシントンのスミソニアン博物館で締結された。4番正文となって、4番もまあ星マーク。はい、5番変動相場制への移行で、これが73年ね。円高を武器とする日本の対米輸出は深刻な影響を受けた。円安を武器ですよね。円安で1ドルイコール360円。固定の円安相場でガンガン輸出を拡大って。だこれが以降円高傾向となるんで、ね。まあ、円高を武器とするを、円安を武器とするに変えたら正文となりますかね。5番は5分です。大体深刻な影響を受けてません。以降も日米貿易は日本の一人勝ち。で、これが貿易摩擦となっていくんです。5番は明らかに5分です。と、まあ、1、3、5が正解ね。まあ、問いの F は、これ問いとして、星マーク、難問です。問いの G は、OPEC 発足時加盟してない国、これはね、実は山川出版社の教科書ね、欄外に書いてあります。日本史 B の人は403ページ、欄外文3。
で、日本史探究の人は354ページ、欄外文3。ここにあります。うん。と、正解は1番と4番となります。だ、これもすべて選べ、すべて選べ。これも問いとして星マーク。はい。問いの H が小論述です。下線部に物価高騰に関して、この頃物価を高騰させた石油ショック以外の大きな要因ね。列島っていう言葉だから当然ね、列島改造です。うん。まあ、こういった回答例になってくるでしょう。はい。問いの I、下線部補。安定成長期。これは高度経済成長が1955年から始まって、毎年平均 10% 前年比経済成長。上がって上がって上がって。これが73年が最後で、74年初めて前年比マイナス。経済成長なしで高度経済成長は終わります。だけど翌75年以降は、また前年比2から 5% ですが、上回っていきます。これを、ここ、高度経済成長に対して安定成長と言います。だ、70年代後半から、80年代にかけて。で、80年代入ると、これが軌道に乗ります。はい、この間の政治経済産業に関する記述、誤っているもの。はい、1番、この頃の企業経営は人員削減や工場オフィスの自動化などを行って効率経営と言われた。これパッと気づけました。効率経営バスの減量経営。減量経営が正解ね。はい、1番がいきなり成分です。はい、で、2番が産業構造が重工長大型から軽薄短小型に転換ね。この辺もまあ教科書に記載があります。高度経済成長期が重工長大型で安定成長期になると、軽薄短小型になってきます。はい、3番、国鉄電電公社、専売公社民営化ね。中曽根康弘で、うん、80年代の後半の方です。3番成分ね。4番、双子の赤字抱えたアメリカ、輸出増大によって、アメリカへの輸出増大によって貿易摩擦。うん、80年代アメリカは双子の赤字です。国内で赤字、対外貿易でも赤字。国内の赤字は、80年代ね、新冷戦、79年のクリスマス、ソ連がアフガニスタンに侵攻した。これでアメリカ、レーガン大統領、当時大ヒットした映画になぞらえて、スターウォーズ作戦って、空から悪の帝国ソ連を迎撃するって。これでアメリカ、日本、イギリス、フランス、西ドイツと、西側が一つにまとまるんです。んで、この時にアメリカね、大祖軍拡、やるんで国内で赤字。で、対外貿易も特に日本に対して赤字と、これを双子の赤字と言います。で、アメリカも世界最強の借金国になるんです。いう中で日本に行ってきます。ね、もううちは車買えないからって、トヨタ、日産買えないから、そこで内需拡大をやってくれって。うん、これがバブルの背景となります。4番成分です。はい、5番、1975年の山陽新幹線の全線開業。山陽新幹線はそれまでは岡山止まり。これが博多開通が75。で、82年が東北新幹線と上越新幹線の開業となります。はい、問いの I は1番が正解です。はい、近現代の方ね、大問読んで問いの H とか、近代教育史ね。それから、大問語、問いの F から問いの J、うん、教育史。この辺どうすかね、学生、教育例、学校例、教育直後。この辺の内容ね。で、これは、義務教育就学率の変遷。それから、義務教育期間の変遷ね。この辺とともに整理していってください。おそらく1月とかの年明けの頃には早稲田とかの過去問解いても6割もいかないような状態がずっと続いていて、5割6分とか8分とかの状態が続いてたんですけれども、自分の第一志望であった慶応経済とかも2月の頭までは全く手をつけられていない状態だったんですけれども、2月の3日4日とかから初めて慶応経済の過去問に取り組み始めて、それでも全然自分は合格することができたので、本当に最後まで諦めずにこうずっとやってればこの時期が一番伸びる時期だと思うので、本当に2月になっても諦めずに勉強を続けることが大事かなというふうに思っております。